エルの卵を家のボウルに入れといたらおじいちゃんがタピオカだと思って飲んじゃってました。アレルギーで病院へ行ったら女性の先生だったため、ゴムアレルギーであることをなかなか伝えることができず、何気なく下の名前をお聞きしたら近藤夢先生でした。学校のキャンプで一人一個ずつしか配られないマシュマロを串で焼いていたら落ちて一瞬火力が増して燃えてなくなりました。いつもギャップの帽子をかぶっている学校一荒れている不良の机に iPod が置いてあったので聞いてるか聞いてみたモーツァルトとあいみょん聞いてました。美容院で髪を切ってもらっていたら2ミリほど耳も切られました。野球部に所属している妹の誕生日プレゼントにミットをねだったら父がミットを買ってきました。ちょっとだけ濡れちゃった Bluetooth イヤホンを気にせず使っていたら感電しました。キャンプファイヤーの夜のダンスで好きな女子と手をつなぐことがありましたが終わった後手を洗われてました。でも夜のチークダンスで飲んでくれました。運動会の大玉転がし小指折れました。女性とフルーツを食べている時バナナを剥いてあげると言われ危うくズボンを脱ぎそうになりました。運動が苦手ですぐやめてしまう僕はオリンピック競技に投げやりたければいいのにと思いました。男としてはあれを黒くしたってベランダで毎日焼いていたらむしろたばれて超絶ピンクになっちゃいました。社会のテスト中に出そうとしたら出ちゃいました。青春の全てを捧げ勉強し尽くし合格発表を見に行ったら落ちていたのでいて悲しんでいたらラグビー部の先輩方に胴上げされました。コンタクトのソフトレンズを机に置いといたらおじいちゃんがグミだと思って食べちゃってました。バーベキューへ行ったらピーに行きたくなりできるとこがなかったので仕方なしに入った味噌の容器にして保冷バッグの中に隠しておいたおじいちゃんがそれで味噌汁作っちゃってました。地理の授業中に地図帳を見ていた分自分のだと思われるチリチリの毛が挟まってました。公衆トイレでピーをしていた髪のポジションをミス指についてしまいすぐ手を洗おうとしたら水道が壊れて仕方なしにそのまま外に出た知らない外国人の方に道を最後に握手を求められたので優しさで拒否したら警壁症と言われ強引に握手をされちゃいました。虫に刺されないように虫よけミストをかけて出かけたらミストしてないところを刺されました。女性の前でもこの単語を堂々と言いたいがためにイタリアに帰化しようか本気で悩みました。いつも先生を殴っている野良猫を撫でてました。トイレで出しちゃった後に髪がなかったので多分後ろに替えがあるわと振り返ったら芯が2本置いてありました。日曜日の朝は必ずこの鳴き声で起きちゃいます。部活で怪我をしないように入念にストレッチをしている最中に人体切れました。僕のジャングルに何かがあったので確認してみたチリチリの白髪でした。夢の中でピーをしていたペーターがなかったのですがなぜかマリー・アントワネットさんが登場してきて髪がなければショートケーキのセロハンで拭けばいいじゃないと言ってきました。多分100点悪くても90点の手応えのテストが46点で帰ってきました。ラブラブなホテルでマギー・シンジさんの真似をしてでっかくなっちゃったと言ってみたらドン引きされました。おばあちゃんがおじいちゃんに疲れ果てついにやってしまったかと思ったハグしてるだけでした。親の代わりに地域のおみこしに参加した目の前の方がやたらでかい声でわっしゃいわっしゃいせいやせいやと言っていたのでそういうものかと思ってめちゃめちゃでかい声でわっしゃいわっしゃいせいやせいやと叫んでいたらその方は地域に顔を降りに市議会議員の方だと後で知ることになりそんなでかい声出していたのは僕とその方だけでした。家が建築会社をやっている友達が学校にシャベルカーで送ってきてもらってました。シャベルカーのことは今さっきまでシャベルカーだと思ってました。昔付き合っていた彼女と旅行へ行った僕の人生史上最高に素晴らしいピーが出たので流さず彼女に見せようとして殴られました。冬に寒すぎて僕の僕がタートルネックをかぶってました。高すぎて仕方なしに前半分のだけ買ったのかと思ったらそういうやつでした。子供の頃ダイハツのマークはアイロンだと思ってました。